U20 世界陸上第4日、日本時間31日、ペルー・リマ。20歳未満の世界ナンバーワン決定戦で日本製初となる男子800メートル決勝に進出した落合校、18、志賀学園高、が今大会日本初となる銅メダルを獲得した。注目の女子800メートルは久保林、16、東大阪大敬愛高、は6位でメダル獲得はならなかった。 跳躍では男子棒高跳びで吉田陸也、19、関西大、が自己ベストを15センチメートル更新する5メートル40をマークし、この種目、日本過去最高の銀メダル。4位には村屋城亮太、19、日大、が入った。男子走り高跳びはインターハイ王者、中谷海生、17、福岡第一高、が2010年の飛べ直と以来となる銅メダル。 男子総幅跳びで土屋拓と18・清和学園高が8位入賞を果たした大会4日目にして日本は今大会初のメダルを獲得し計3個